やっちゃおうかなどうぞやれやれ誰にも支配されない自由な音楽をやるのさ。<laughs> 森島和樹と一度ちょうど早かびっくりしたせーのライブイズバンドフォーライブイズバンドフォびっくりした早かったよくかと思ったどうしたどうしたあれいつもあのタイミングでしたっけいやあのタイミングでしたっけあなんかいや僕あとなんかあと10秒くらいこのここになんかホワイトボードがあってはいお絵かきしとこうと思ったら 油断禁物ですね。禁物の油断。禁物の禁物油断。禁物の油断。出た新コーナーが <laughs> 誕生しました瞬間ですね今。いやラジオのなんか説明してよラジオこの一時間どんな番組か説明してよ村長の口でよこのラジオはあ <laughs> あああ。 このラジオは路上ミュージシャンとしてヤンキーみたいに言ってやってみろよこの野郎ー <laughs> ビーバップアイスクールみたいに <laughs> ビーバップ見たことない <laughs> このラジオは20年間の 路上生活をあ19年間です19年間の路上音楽家生活を経て感じた楽しいこと、嬉しいこと、悲しいこと、辛いこと、切ないことをただただひたすらセキララに電波に乗せていくそんなライフイズワンダーホジンシという素晴らしいラジオ番組でございます。完璧じゃないかなんかお前なんですね。なんかなんかすべて引っかかってほしかった。 なんかあの台本より完璧なんですけど <laughs> あまだ YouTuber 抜けてますよああそ YouTuber 始まったことで、ね、て YouTube の <laughs> YouTuber としての活動を始めておりますので、はい、そちらの方にも、えー、言及していければと思っておりますよろししくお願いします <laughs> YouTube 忘れるってやばいねあなた編集村長ですよ <laughs> そう私は編集長ですよ謎の編集長 社村長謎のベールに包んだそうです <laughs> 謎感を出そうとしているあ、<laughs> えー、そうなんですね出そうとはしてないんですけど <laughs> 謎の男ですよろしくお願いします謎のベールに包まれた人ってだいたいなんかこのあ、どんな人なんだろうって思わせるような感じだけどそんなに思わせないよね、うん、この人どんな人なんだろう、うん、そうまあだいたい中身が楽観なんですよだいたい謎感を出してるやつ <laughs> <そ> <laughs> <laughs> そんな村長のライフイズワンダホー、今週もよろしくお願い,お願いします。 どうならんど,んど正規の正規のコーナーが <laughs> <laughs> 初回からあるちゃんとしたコーナーが来ましたねいやー好きですから、うん、これうんこのコーナーはですね、えー、世の中のあってはならないことなってはならんことをですね、えー、<laughs> チャーイーしていこうやっさー言うてはりますわ。 どこの方言 <laughs> <laughs> 沖縄と大阪ですね。僕ねあのやっぱ路上ライブやってるといろんな人たちのなまりが来るんですけどやっぱ大阪移りがち。あで,もで大阪行って関西弁で帰ってきたやつむかつくけどちょっと下手な関西弁でね帰ってくるさ大阪行った人何あいつらとか思うわけですよ。<laughs> ねでやねうち 関西弁喋れますよ言うて<あー> <laughs> 帰ってき,き,きません<あー> <laughs> もうね一応さ周りは「おー」とか言うさうんでもさ違和感だらけだよねぶっちゃけさあちょっと言って関西弁喋れよって喋ってうまいって思ったこと俺多分一回もない <laughs> やっぱりわ <laughs> かる今のやっぱりもうちょっと入ってるなあ<ー> <laughs> まあ俺も今そう思われてんのかじゃ <laughs> では方言, <laughs> <ー>方言でもあれじゃないですか,すか映りやすいんじゃないですかなんか音楽やってる人とかなんか歌う歌う人とか大阪はしかも関西人だからその関西人と喋ってたらなおさらですよねああ<ー><る>今ちょっとやってみようかななんて思ってもあんまし出てこないしだからお,お兄さん熊本でしたっけ村長。 あーそうですね、うん、すだからあ、まあ、まあちょいちょい出てくるけど、うん、でもうん、うん、やっぱり地元の人と喋ったらいっぱい出てくるでしょうんそうですねで俺に今かあの熊本弁喋ってって言われても出しづらくないあわかりますなんかそのスイ自分で切り替えられないというかその流れでしか親とかと喋ってたら自然と九州弁ばっかりになるけどじゃあせっかくなんでねせっかくなんで村長は九州弁 あじゃあ俺は沖縄弁っていうか沖縄鉛でいこうかなどんな思う<ー>どんな思ういいといいいいですよえ村長もそ <laughs> そ村長も九州弁じゃないとダメでしょああ<ー>ねえ <laughs> そうやねえやねえかやね <laughs>、うん、じゃあこんなんで喋っていきましょうかはい了解です <laughs> 俺,俺もいろんなにチャンプルーなってるから分からんやんさ <laughs> どんなだったかね多言語放送的な。ないちゃと話しすぎてからうちの口はそれでどんだじゅんに。じゃあスが。ける思い出したらその続けていきましょう。はムル SNS でチャービーしてはいじゅんに。 どんなコーナーだったこれどんなコーーナだったの忘れたさ。あってはならんこと。あらんどうならんどうさや。あらんばよ。最近の。うん。最近の。政治よ。すっごい大きいとこ。ああもう。もう、よやっとうよ、とよ順に。ようやっとうよ。 <laughs> 与野党さ <laughs> あの沖縄の生まりで行った人あんまりいないんじゃない <laughs> 与野党よ <laughs> 与ヨヨが多い <laughs> 与野党よや <laughs> 与野党よや <laughs> ややヨヨ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 ヨ党やがね <laughs>。<laughs> 与野党よやヨにヨヨヨっヨヨ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 ヨ 順ににっってていうのはあの本当よあもう疲れたからやめよう <laughs> <laughs> 普通ふあのだからうちの父としったらこんなななるんだけどさでもやっぱりこのその路上とかでは届かないさあんまりああ、はいうん、なまって笑われるってなるからなるべくね普通にしゃべろうと思ってるわけですよ うんうんうん,うんでそれがそのもううちなんちよりこの内ちの方の、はいはいはい。ほうと喋るから、はい。だからもう十代からあのやっぱ標準語なまりになって、うん。タクシーとかと乗っても遠回りされるじゃね。ああ。そうそうそう。こっちでタクシー乗っても。でと途中で降ろされたりとかもするよ。ああ。それはひどいですね。途中で降ろされる <laughs>。<laughs> めらんかった<ー>いやじゃあちょっと普通に戻していい戻しましょうえっとねアランド・ナランドちょっとね今回はね力説したい<ー>説っていうよりかはね主張主張させてくださいよ、まあまあ、あのー、どっから来たって言ったかな、まあ、関東地方だったはずはいあ東京だったかなまあそこ付近よ、うん えーっと御年65かか70ぐらいのつ、まあ、杖ついてもつかなくても歩けるぐらいの、まあ、杖持ったおじいさん、はい、おじいさんっていうのかなギリおじいさんギリおじさんぐらいの感じ風貌はねはい、はい、それで、えー、隣に座り出すわけさ。 うんまあ僕座って歌ってるんですけどはい、はい、隣に座ってさ背中向ける人どう,思うあ,あ <laughs> 意図が分からないですねいやいやここも、ま、んて言えばいやお前から来たのよみたいないやそっちから来たんだろうみたいなあそう酔っ払ってたとかじゃなくてまあ酔っててもいるし酔わなくてもいるし<ー>だいるよねたまにねでさ隣に座ってイヤホンしてるんですよ。<laughs> あーその ストリートライブをしてるとこれ一旦一旦おじいの話やめてちょっとその話してこんな人がねたまにいるなんて言うんだろうこれんて言うんだろうなこれなんて言うの路上ライブじゃないですか映画館に来てアイマスクみたいなあダメだそれはダメだストリップ プバーに何ていって言うんですかねそれでれその路上ライブしてるときにイヤホンしてとかもいるイヤホンしながら見てるってことですか、うん、演奏を見てないときもあるよねでもその場にはとどまってるとか数メートル離れてたらまだしも、うん。 隣に座るそれはで携帯いじって背中向けたりさこれ若いのでもちょいちょいいるしまあ嫌がらせでさこれ嫌がらせじゃないんすよかまってほしいんじゃないですか嫌がらせじゃないんすよなんか話したいとかかまってほしいんですでも俺からしたらあの背中から円んずいやりかましたいわけさ俺マジで挨拶できんやつで子イライラするマジでムカつくやつさ大人でもいるさだからもうそっちから来たわけだから でしょいるわけでしょでかあの腕組んでさでも見,見てなかったら携帯いじってたり見てなかったらわざわざこっちから言うこともないけど、まあ、そこそこ近くて腕組んで見てたらもう「こんにちはこんばんはどうも」とか言わざるを得ないわけですよこっちは <あー S 2>、ね、僕の両親を動かされてやってるわけでサービス々しいんですよ「あどうもこんばんは」みたいなそしたら「えみたいな「え <laughs> んじゃねえよほら。<laughs> で、あの心のヤンキー森島は言うんですよ。あ<ー>あー、みたいな。エンズりそう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 。<laughs> で、あの、あ、何かリクエストしますかーとか。ああ<ー>。なんか、なんか、どうぞどうぞみたいな、どうぞって言わないわけ。うん腕、腕でね。ああ<ー>。いや,いや、まず、僕のこんばんはを無視してるし。ああ<ー>。さらに、その上で。何かリクエストしますかも。答えてない。ああ。え、社会人ですか、本当にぐらいの。ああ。 いいや多いですよ大人が挨拶ででききななないってどんななるるこれ<ー>子供はできるよね大人がポイ捨てして子供が拾ってる姿とか見たらもう,もう世も姓だなって思います <laughs> <laughs> 本当に何を教えるかこいつ。で挨拶もできないやつに上からどうこう言われても何も響かんしな<ー>いや。やその前に挨拶しないみたいな。<laughs> その前にポイ捨てするなみたいな。ポイ捨てむかつけやさんだ。だタバコ吸ってさ紐もけさんで捨てる人いるでしょ。 えー、むかつくなんなすねむかつくよねはいはいはいいいやー <laughs> ほんとねやっぱずっと道ちで歌ってるからそういう映像も見るんですよはいでもねそういう人たちと喧嘩しても身が持っちゃいませんよねあ<ー>まあ数人だったら別に相手もしてもいいですけど僕がもうボコボコにした日には裁判で何百万取られて終わりじゃないですか <laughs> ああもう面白くない <laughs>。 まあ,まあいいこともいっぱいありますけどねこういう嫌なこともいっぱいあるわけですよやっぱりねはいはいはいもう外からねもう,もうみんなもう僕のもう夢中ですね僕の抱いた女ですよ <laughs> ごめんなさいね子供もいるのにね <laughs> 子供ほ <laughs> ほらら <laughs> 小学生の子供もいるのに変なこと言うからあの移動し始めました <laughs> 村長抱いたってさ変な意味で捉えたんでしょどうせ。ハグですよハグ みんな失礼たししまもう僕アメリカンスタイルですからみんな抱きしめていくんですよ。フリーハグフリーハグです。わかるフリーハグってハグありますね。ありますよね。フリーハグする常連さんもいますよ。ああ。隣に来てさ、ガくん今日フリーハグしていいって言って俺となんかなと思ったら急に看板出してから。 フリーハグフリーハグって両サイド見るわけですよ。はいはいはい。めっ一めっちゃ流行りましたね一時期。朝の今もいるよ全然。あゆみちゃんって言うんだけどさ。ああはいはいはい。そうそうそうフリーハグね。そうですよね。いやまあそういうことありますよ本当にも大変ですよね。大変ですね。いろんな人がいますよね。本当ですね。この世の中には。うん。 いや、大変なこと、大変なこと。あ、コメント来てますよ。来てますね。初めての人ですね。はい。スイッチブラッド。スイッチブレイド。ブレイドさん。こんばんは。ユンピョウです。これボケなんですか、何なんですか。ユンピョウ。え、ユンピョって俳優さんでしたっけ。あ、そうなんですか。ユンピョウ。喧嘩。息のね、止めるくらいボコります。ええと、この人。なかなかの武闘派だなと思って。 息の、ね、止めるくらい,いす、ね、ダメですよ止めちゃだめですよこ<れ>、ね、殺してますね <laughs> いやほんとねでもねやっぱポイ捨てとかさ見たりするとねやっぱそんな感情にはなっちゃいますよねい,いろんな人いますからんでね,ねえっ、ー、とこれアランどうならんどうっていうあれですよねそうですそうですそうそうじゃあちょっとさっきのおじいさんのお話に戻りますわでまあ背中向けて座るんで「はい、どうもどうも」みたいなでまあこっち向いて、まあ、話し出すんですよはいはい、はい でするとね、まあ、自分どこあそうそう話し出したと思,思いきやね急にねこの自転車でバーって通りすがりの自転車の人にこんな時間に自転車乗ってバカがみたいな感じで言うわけ何それと思ってはいはい、はい、あごめんなさいちょっと今こういう状況ですね <laughs> 今の話は別に合ってますよね <laughs> まさかラジオで ラジオで <laughs> ホ,ワ <laughs> ホワイトボードで絵を描き出して <laughs> の今のこの状況を森島和樹村長全くその通り <laughs> <laughs> 今こうアランドこのねもっと画面に見せてあげて今のエピソードのこれですの状況です。あのー YouTube とツイキャスでは生配信で動画も見れますんで、もし村長の映画が気になった方は、ぜひ見てみてください。そそううまさしくそうです。村長、完璧っす。らいい仕事したな。話を戻しましょう。通りすがりのチャリに、こんな時間にバカじゃないかみたいな感じで。あこの人がおじちゃんが横に座りながら道行く人にも、悪態をようで いやいや別にこの時間茶に乗ってもいいでしょうみたいなこと言ったんですけどでなんかあの「暑い暑い」ってずっと言ってさ沖縄暑いみたいな「どうしたんですか沖縄なんで来たんですか?」まあそれは言えないんだけどみたいなまあ昔話とかもするのねなんか警察に捕まったどのこうの借金がどのこうのああクズなんだなと思って この人きっとクズであろうみたいな <laughs> 俺も来たくて沖縄に来てないみたいな俺ね沖縄の文句言われたらやっぱムカつくなよ地元だから愛してるからやっぱりだから地元同士で沖縄のこういうのダメって言うならまだわかるよちょっとちょっと住んだやつが何の中身まだまだ分かってないのがさ文句言うあじ,ゃあじゃあ帰ってよって思うよねうんねえそんなんね すげえムカつくのさ、まあ、でも、すげえむかつくけどあそうなんですねそうなんですねってまあこっちは聞くわけですよ。そしたら、なんかあの大輔先週出てくれたうん、うん、大輔ちゃんちょっとビル酒買ってきてっってお金渡したんですよ。<ー>そしたら300円だったかな3人で300円で酒ってど,どんなよ <laughs> あそのコンビニであるかや。<laughs> その悪態たれせめて400じゃない消費税付きで<ー>せめて400円じゃないえ<ー>そうもう大変じゃないですかそんな<ー>でだから俺がもうプラスいくら出してあじゃあ氷も買ってきてとか言ってやったんですけどねはいはいで大輔が買いに行ってきてくれてみたいなその1回目はそんな感じでしたねうんあということで常連さんになったってことですねそうそうあ待ってその1回目のねエンディングも話したい 言うて私ね、もう路上でもそこそこに稼がしていただきますから、うん、まあ言うて商売ですよ、ずっと喋ってるんですよ、しょうもない話はね、はい、はい、大体愚痴ですよ、<laughs> <laughs> うん、そんな中ですね、ちょっとばかばかって言ったなんかそう <laughs> でです、ね、ここら辺、寝れるところあるって言ってくるわけさ。なんか モノレール始発まで寝てる人いますね2階とかでじゃあ寝ようかなと思って移動したらね目の前向かい側に座ってなんか寝ようとするみたいな <laughs> この人大丈夫じゃあ僕はさよならの挨拶をした後なんですよでも向かいにおるから <laughs> 来ますみたいなでもちょっとしてまたどっか行ったんだけどはいはいはいあまってよその間にちょっと話したことまだあったよ 一人ではしごしたとはいはいはいどこで飲んでんどこで飲んでみたいなああそのおじいちゃんがそうそう,そ,うまあそんなこともありましたねで2回目来た時にびっくりですよちょっと座って隣でまた座ってああどうもどうもつってね仮名名名前で仮名で伊藤さん<は>いというつけますよああどうもどうも伊藤さんつってでえー でま歌ってたら「金貸して」ってその言葉が回目ですよ2回目2回目会って出会った2回目多分30個下ぐらいじゃないですか僕なんか30個下のね若者にね会って2回目でね金貸してですよ。 うーんねえもうスイッチさんお願いしますよ。<laughs> <laughs> スイッチブレードさんお願いしますよあとはよろしくですよ。<laughs> ねえさんちゃん。いやーもう大変ですね。怖い。あーもう一回にも思い出しました。なんか、うん、コンビニ深夜仕事終わって、うん、なんかコンビニで買い物して。うん で駐車場で車の中でなんか食べてたんですよ唐、うん、揚げくんを、うん、そしたらどんどんどんって窓を叩かれて、うん、でもその時点であーもう怖ってなるじゃないですか、うん、でそのちょっと窓を開けてたんですよね、うん、夏場で、うん、そしたらそこから、あのー「ちょっとお前お金持ってないの?」みたいなもう完全にその、あのーまあ、不老者というかちょっと、あのー、怖うんっていう人で,で、まあ、怖くなって「いや持ってないです」って言ってすぐ車移動させて。 入ってたんですよね、うん、で、まあ、その時にちょっと仮眠したくて、うん、でちょっと離れたコンビニの路側帯にちょっと泊まって、うん、ああす駐車場、うん、別の近くの別のコンビニの駐車場に行ってそこでちょっと,ちょっと休もうと思って休んだら、うん、で30分後くらいに数百メートルしか離れてないところだったんでまたその人が来て、うん、でドンドンって来て、うん。 で僕その最初にその人に遭遇したときにあちょっと忙しいんで、ちょっとすいませんって言って車発進させたんですよ、うん、そしたらまたその人がやってきて、うん、お前、さっき忙しいって言ってたのここで寝とるじゃないか、うん、めっちゃムカつくまあでも完全にもうちょっと、あのなんていうかもうかも誰が見ても、うん、そこの人はちょっとなんか錯乱状態にあるみたいな、うん、そういう不老者というのかな、うん、そういう人だったんで、まあそのなんていむかなムカつくとかいうよりかは、あやっぱりもう。うん 関わ,わるっていうかすぐあなんかめんどくさいことがないからすぐ離れないとと思ってそのまま逃げたんですけどビビりますねああいうときいやーもう恐ろしいですね、うん、もう全部スイッチブレードさんによろしくお願いしますうん、うん、<laughs> ね鉄椎をね <laughs> 息の目止めるくらい怒ります、ね、やばいよな <laughs> 一応なスイッチブレードさんってさうん、うん、初コメなの何回か来てる おうすわ僕は初めて名前を見ましたね。あ僕も多分。はい。<laughs> すごいね。最初でこの感じやばいよね。うん、<laughs> スイッチさんもなかなかない人かもわからない。<laughs> あまだコメント <laughs> またコメント蹴ってますよ。一田 <laughs>、えー、ちょっと待ってよ。<laughs> 後輩の人に乳首をひねらひねられて痛かったです。変態な後輩どうにかしてください。かっこ東京の人匿名希望と、えー、言ってきました。えー、一田みきよさんでーす。<laughs> さん2週連続登場ですね匿名希望って書いてるけどね、うん、あそんなわけいくかい <laughs> <laughs> いやこれねそれ一昨日か3日前の話から僕の前の職場の後輩が来てたんですよまあチャランポランで本当に酔っ払ってちょっとなんかなめかかってくるみたいなだからもう何回もね僕は木刀で頭をフルスイングしてあげたんですけどまあそれでもあの おちょくくってる言うて僕も人を殴りたい人じゃないのでね <laughs> あの抱いていきたい人なんでね抱きしめていきたい人なんでハグねハグの方ね、うん、でもそのう太っていうんだけどこの後輩が俺に構ってほしい殴ってきてほしいっていうのをね存分に出すから、まあ、僕も仕方なくねで市田さんが座ってるあの100均とか400500円の椅子でね たくんをがんって頭殴ったら椅子が壊れたんですよ <laughs> ねえ市田さん、あのそう,そうで昨日かなおとといの話で、はいはい、市田さん、椅子を置いて別のとこに座るから酔っ払いがその椅子に座って、うんうんね、寝たんですよだから、市田さん帰ったんですよ、うんうん、この椅子あげるとか言ってでその酔っ払いもちょっとして起きて帰って、椅子が放置されてたんで。 はい、僕が持ってますんで一田さん撮りに来てください。<laughs> <laughs> 業務連絡でしたそれでみんなで写真撮るを言うてそしたら一田さんにもなんかいろんなことをしだしてその雄太が一田さんの、えー、乳首をギューってやって写真撮るっていうね、はい。う で市田さんはまた違う人の乳首ギぎゅーってやって <laughs> でその違う人のが僕の乳首をぎゅーってやって写真撮るっていう写真がそろそろ SNS に上げようと思ってるので乳首写真、う期待 <laughs> そうで変態な後輩どうにかしてくださいっていう市田さんが実は一番変態なわけですよね。<laughs> <laughs> <laughs> この前も話したけどね、はい、JK 後ろに乗せて、ブンブン走って、ニヤニヤしてるお、変態おじさんなのチョンダラって沖縄のね、あの白塗りで踊る、あの滑稽な踊りで踊る、えー、そういうチョンダラっていうキャラクターがいるんですけど、そういう格好で路上に現れて、僕の歌で合わせて踊るみたいな、うん、<laughs> 変態じゃないですか。そちらの動画も アップされてますねうパーランクっていうパーランクっていう小太鼓、えー、左手に太鼓小太鼓持って右手でバッチで叩くっていうで市田さんは、えー、この JK にそのバッチを渡して棒を渡して、えー、お腹を出してハーランクだから叩いて,て叩かすっていう <laughs> 実はそういう動画も市田さんの YouTube でありますのでね えハーランクで検索すると YouTube 出てくると思いますので、えー、ぜひバットボタンのほよろしくお願いいたします <laughs>。っていうね、市田さん今どんな感情で聞いてるか分からないです本当に同変,変態ですよ、あのジジイは。ね匿名希望やかましいわ <laughs>。フルネームで言ったったるわ <laughs>。でね、路上でね、結構ね、真ん前に来て座ってるんですよ。うん、でも市田さん、うん、僕の方向いてないんですよ。うん <laughs> ね、通りすがりの人見て JK とか見て女の人とか見て品定めしてるんですよ <laughs> そしたらいつもいつも止まったであろう女性客の皆さんも止まらなくなるんですよ <laughs> あの知事の変態のせい、うん、<laughs> で、ね、<laughs> 変態の先輩どうにかしてくださいですよ。<laughs> まあまあそんなこんなで、まあ僕のアランド・ナランドの話はそのあれですね。うんうん、だからその六十代かなの人が二回目でまさかのお金貸してくださいと言われたい,うういやダメっすよね。ろくなろく<当>なことはないです。<な>ううあ聞いて一番ムカつく話していい？はいはいはい。わかる。俺が最初にさこの人橋越し,したっていう話。ああ<ー>。こいつ金あるんですよ。ああ<ー>。金 ああるかかわんんけど<何>あったんすよんで自分でスランクとかはしごして使ってるんですよ。うんねいやいやまだ何かしら夢があってとかこういう活動しててとかそういうのがあってある程度信頼関係ができて金貸してこういう感じでちょっと今いくら足りないんでってならまだギリ。 わかるけどはいはい、はい、遊びほうけた <laughs> 過去に警察に捕まった <laughs> 借金してきたで沖縄に来たくもないのに来てる通りすがりの人に暴言こんなやつに金貸すわけないだろ <laughs> 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 どうすか村長さん,んね、まあ、村長も大変だろ、ね、ういろ、うん、お金をね貸すのはねよくないそうですね,ですねあ借りるのもよくないあんたね貸すのも,借りるのもねそうそうそう お金借りるって聞いたときに自分の借金のことがやっぱ容疑りますわね <laughs> <laughs> でも私はちゃんあの人というか普通の業者から借りているので恐喝、うん、的な感じ,じゃないかなではあ,ありますよね。そかかなんねなんかそれれがでできない,、うん、でもい逆に良かったと思うけどそれで <laughs> うん、その癖普通に <laughs> 普通他のあれでは借金しちゃってるんで本当とね借りるのダメだよね、うん、あとさそう、うん、あとさただも怖いよねただほど怖いのはないっていうさそれはめっちゃ思うだからことだなってたからだからその出会ったばっかりの人に怒られるのもなんか怖かったりとかうん、うんうん、そう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 お金貸す借りるので思い出したけど、うん、昔友達 か後輩に何かあったあったあった何たかお金り貸した時に何だったかなどこどこに行って何々するからちょあの3,000円貸してみたいな感じだったんですけど後ですぐ返すからみたいな、うん、でそのめっちゃ近いところで普通に歩いて10分くらいのとこだったんですけどちょっとあそこでちょっとタクシーであっち行って。 で何々するからちょっとお金貸してって言われた時に、うん、あ、まあ,あーいいよーってなって貸したんですけどあ,あとでタクシータクシータクシー代よくねと思ってめっちゃ近いとこなんでそこは借りるならタクシー代は、まあ、その入れずに、まあ、まあ最低そのタクシーって言葉を俺に伝えなくてもよかったのになーとか思いました。 みたたいいなこと思い出しました、ね、ままねあでも逆にあ、まあ、正直でよろしいとはい、思いましたけどそうなんすねごめんね実はさ俺今やることやってたからさ聞いてなかったそう,そうなんですねって言って「何が?」と思って <laughs> 今ねツイ,ツイキャスツイキャスのねツイキャスがこれ30分で一回止まるんでねその再開をしてる時に、まあ、あのだいぶ星1個ぐらいの。 あの話だったんで、大丈夫です。あ、そうなんですか。はい。まあ、村長が欲しい子っていうのは、だいぶ太鼓番ですよ。あ、確かにね。お、基本0.2くらいなんで、星。マイナス。マイナス。食べログの0点。食マイナス、マイナス6とか。それ、喋らん方がいいやつ。確かに。喋ってマイナス。を生み出すくらいなら、黙ってた方がいい。あ、すごい、今の。 めっちゃなんかすごいスッと入ってきた村長がスッと入ってるのがマイナスくらいなら喋らない方がいやすごいいやすごいな今の名言だないやまあね貸し借りは皆さんやめましょうっていうか全然気をつけましょうで自分のケツ自分で吹こうぜって話だよなあ全部そうじゃない確かにポイ捨てもそうさねいやいやそれを 誰,が拾うねん誰かが拾うっちゅうねんっていう,うだからお前が捨てたクソを誰かが拾うっちゅうねんっていう話でしょう誰かがケツ拭いとるのですよ、ね、だから人にケツ拭いてもらっていながらなんかオラついてるやつはもうマジでもうスイッチブレードさんですよ <laughs> <laughs> スイッチブレードさんよろしくお願いしますって意味ですね <laughs> もう僕は,僕は手を下さないんですけどスイッチブレードさん <laughs> そういう人みたいなよろしくお願いしますってことです えー、ということでまあまあランド並んどらんどねえ貸、ー、し借りやめましょうということですねはいいいですかうん大丈夫です <laughs> 変な変なこのコーナーの終わり方うん尊調の話が一番ならんかったという感じで、うん、よろしいですか精進します <laughs> <laughs> めっちゃ笑ってるよかった 拍手が今あれですあの音楽開けたはいいけど、うん、何、うん、何しようかな <laughs> 何するですねこのコーナーはですね、えー、何するっていうコーナーですね <laughs> <laughs> 何も決めてなかった <laughs> でもねこんな時にねなんか紙紙会が出てこないですかどうですか確かに ラジオ深夜ラジオとかはその何するですよ。まあまあ言うて最近どうですか村長どんな調子どんな村長調子どんなどんなですか長子最高ですよもうあそうなんですかもうイケイケお何が何がイケイケイケパリピパリピそうそうそうパリピがポーしてるんですかもしれませんポー ですよ。えちょっとおかしくなりましたねちょっとパニピっぽくやってみたいんですけどねとっても途中で恥ずかしくなってやめたでもやった彼には最後までやろうしてポーポポ最近でも最近超恥ずかしいあ今来ましたねコメントがピョン7さんですか何するってきましたねピョンピョンピョン7 さあこれね決めてないんですよ。何します？7秒さん、こう絵文字がちょっと表示されないされてます？そっち。あ、僕されてますよ。何の絵文字ですか？笑って涙出てる。ああ、ごめんなさい。本当どうでもいいこと今聞いてしまった。本当ですね。あの円追寄る仕様が。怖いよ。円追山守らないと。息の根止めるくらいボコります。あ怖いよ。暴力ラジオだ。違うよ。スイッチブレードさんだよ。あ。 代行代行してる瞬間毎回コメントしてほしですね、スイッチさんね。何かあったら、何かあったらもう何か全部任せようっていうね。こういう人がいたんですよ、よろしくお願いします、スイッチさん。やっていきたいです。何する何しますかいや、だから調子どんなイケイケパリピってどういうことよ、なんでよ。いや、あの、全然パリピじゃないです。嘘最近、ああ、でも、あれで、でも。 ね、最近ちょっとテンション高いっていうか本当、はあ、どうってことないんですけどなんか吉本騒動あるじゃないですかありましたねあれがあ,、うん、あれってあの話題で持ちきるじゃないですかテレビとか、うん、であの僕自分がよく聞いてるラジオとか芸人さんがやってるラジオとかでも、うん、まあその話題が出るわけですよだからあの吉本騒動がいろんなところでラジオ、うん、深夜ラジオでも語られるし、うん なんかそのネットの you YouTubeSNS とか出るもんねあれをちょっと見るのが面白すぎてなんかもう海外ドラマ感覚であ,あそう,そう,そうかかあじゃあ俺たちのユーチューバーでもじゃな何か語るユーチューブ騒動 <laughs> あるいっちゃあるじゃない <laughs> まあちょっとじゃあここで一旦語りますかあの騒動について <laughs> ね <laughs> どう思ってるんですか村長さんはいや俺はもう加藤浩二さんがもうかなんともと好きで『あのスッキリ』で加藤浩二が「この俺はもうやめる!」って言って。 行ったのがちょっとかっ,こ、うん、かっこいいというかなんかすごい「うん、あもうついていきます」って感じですよね。でねまっちゃんがちょっとね、うん、なんか歯切れが悪いなって感じてしまったんですよね。俺が事務所作るみたいなやつそそそうそうそうであのなんかあのね、うん、宮迫の会見がありの、うんうん、で順番はその後スッキリ』の加藤浩うが『スッキリ』でこう昨日 吉本の上層部が変わらんかったら俺は辞めるって言ってその間にまっちゃんがワイドナショーかなあの言ってたんですけどなんか感覚ですけどまっちゃんは最初ちょっと丸く収まるようにみたいな加藤浩次はもう追求できるところまでするしてやるぜみたいな感じで。 そのどっちって言ったらもう加藤小の方がちょっと歯切れがいいからいいかなって思っ、ええ、これ何の話ですかこれ,これ <laughs> まあ一番歯切れが悪かったのは <laughs> お前だっていうことだな <laughs> っとさっきの言葉を思い出さないと喋って喋ってマイナスになるくらいだと黙ってた全然語られなかった吉、えー、なんかねだからまあ結局その闇営業したっていうのも最初は空手家のさ ああれでしょそそうそうじゃない方じゃない方がさ、うん、やべえじゃない方がさあの人がもともとねあのー、そういう他の仕事で入江さんめちゃくちゃ稼いでたでしょ、うんうん、なんかコンサルみたいなコンサルやってていろいろパイプつなぎの仕事してたよねうん、うんうんうん、だからそういうので いっぱい稼いでじゃあ皆さんどうですかって他の芸人さんにも多分言っててまあその流れその流れで方言縛りを思い出したんですよねかしかも大阪の彼を出した <laughs> 吉本なんです <laughs> だほんまあかんと思うで俺は <laughs> いやいやっていうのはまあ闇営業 でもあ、入江さんがめかかわいいそうくないですかなんかあの人が一番なんか抹殺された感がある <laughs> 話題にもののぼってこないしまあね、まあだこうだ全部が本当か真実か嘘かもなんかもわからない皆さんなんかこう言ってることが、ね、なんかちょっと違ったり何だったりってありますから,うんだからそこについてどうこうって今、現時点で言うのはようわからんくて。 まあただ一つ言えることは「アメトーク終わらないでください」っていうことなんですよ。そうそうそとかねまあまあ亮さんいてもいなくてもみたいなところありますけどでもあのめっちゃ感動したんですよあの <laughs> あよ次の「論破」のあれで亮、うん、さんがいなくて。うん でアシスタントに諒さんのとこにあの宮下草薙っていうの草薙が入っててでま諒、あ、さんの名前出ないんですけど、うん、その全然やっぱ事件にも触れないんですけど、ね、なんかその量さんがいないいじりがもうすごい随所に散りばめられてて、うん、それがなんかなんかああ感動するみたいなやっぱその現場の人は諒、えー、さんの居場所をこう守っていくんだっていう思って。うんうん その,いっぱいそのシーンを入れたのかなとか思うとなんかもう泣け涙がもうホロホロみたいな、ね。いやだから本当さやっぱりさあのこの見てるその視聴者さんその他、うん、エトセトラまあ僕らじゃないですか視聴者からすると単純にアメトークとかなんかそういう楽しいコンテンツがなくなるのが。 嫌、あのー、ですよねそうそうただ、そ<う>だからそ,そこでどうにかしてただ、あめとおくとか終わらないでみたいな気分ではあるんですけど、ね、う闇営業自体闇営業自体も叩かれてる部分ではあるけど、まあ、一番はその闇営業した営業先がその反社会的なその詐欺グループだったとか、うん、そういうのでね、うん、また、もっと炎上したわけじゃないですか。う うん、だ、もしだ、それを知ってたのか、知ってなかったのか、本当はみたいなところも。うん、まあ、でかいところではあるかもしれないですけど。うん、まあ、仕事があったら、行きますからね。うん。いや、ああ、まあ、確かに、そのニュースで追ってるだけだと。相手が、相手がどうなさんだったらとか言われたのね。で、ナイフとかも、そうじゃないですか。仕事が入ったら、ナイフを作るじゃないですか。でも、それは料理人だったりさ。 あね、殺し屋なのかみたいなあ<ー>、うん、あそうそうだからその善人悪人でど,どう叩かれるどうのこうの褒められるどうのこうのっていうのは、うん、どこに売るかっていうところにもよったりするしね、うんうん、そうだこれだからお金がその反社会的組織のからお金を受け取った、うんうん、でもなんかその受け取ったお金で何かを買ってでそこからまた何かを買って ででお金が動いていってなんかもし自分のとこに入るみたいなとこまでなんか考えるとどこで線を区切るのかとかお金は天下の回り物なんで、ね、皆さんだからよくもうそれがいい金だろうが悪い金だろうがみんなちゃんと回るようになっとるわけでしてね,かんねうんだからそのだら宮迫たちは知ってたのかなそこが反射っていうのは分からん。 なんかもう海外ドラマ感覚で,でわ,わかるんですよねそうだから間で誰かがだかそれこそ入江なのか、うん、誰かがもらってそっから宮迫たちに渡してたのか名も,もちょっとねもうわからないところではあるんですけど、うん、まあでもだからその今全部がやっぱ明らかになってないから、うん、あの明らかになってたとしてもそれが本当かどうかがはまあでも問題もわからないさ、うん、みんながみんな 言ってることやってることっていうのはちょっとね、うん、複雑なところなんで、うん、だから単純にテレビなくさないでっていうあ<ー>その面白いのがなくなるのは嫌だっていう確かにね笑ってた時間っていうねでもなんかこれも皮肉なんですけど、うん、先,先週1週間くらいか吉本のあの話題が宮迫さんたちの記者会見 からの1週間、うん、久しぶりにこのテレビの放送時間とかチェックして、うん、こうめちゃくちゃチェックしたから,、うん、から今あ、なんか久しぶりにこんな俺テレビの放送楽しんでるなみたいな <laughs> 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 だから、ななんんかかもう、あのーうん、そのなんかまあ一一般視聴者からするとちょっとなんか、うん、もう本当海外ドラマ感覚で最近追ってますね盛り上がってんなみたいなあ<ー>。あ どう次どうするんだろうみたいなまっちゃんが発言して加藤浩次が発言して、うん、アツシが発言してみたいな,なんかもうほんとなんかカジサックも言ってましたよねああカジサックがさ生放送でさ結構長長めにいろいろ言ってたわけ,たわけうんうんうんもう僕語りますみたいなうんそしたらさ半分ぐらいバットされてて。<laughs> <laughs> YouTube の「風作あこんなに風作って結構高評価も最近は高くてであ久しぶりにそのめちゃくちゃバッドついてるなと思ってもっといきゃいいのにみたいなんなんでそんな遠慮がちに窮屈そうに喋ってるんだみたいな<ー>もっとズバズバ言う方がが攻めろみたいな。 そういうい意味での今はテレビじゃねえよ、カジサックチャンネルの主人公、カジサックが喋ってんだからみたいなことでね、うん、あこんな叩かれ方もあるんだなっていう、うん、攻めたら攻めたで叩かれるけど攻めなかったら攻めなかったで叩かれるみたいな<ー> <laughs> 結局、うんだ、どっちがいいかですよねだから結局叩かれるわけだからうん、うん、だからあの本心喋った方が気持ちいいぜみたいなところじゃんあ<ー>、うん まあだから本当に、いろんな騒動がありましたよね<ー>この、この1個の火種がこれ、これが本当に綺麗な炎上だね、なんかまたなんか2点、3点ありそうだなってう、ま、うん祭りごとって感じになっちゃってるよね、めっちゃなんかもう、ヤフーニュース見るの楽しみでしたもん、その数日、誰のコメントが今度来るんやろうみたいな、<laughs> <laughs> 本当、う綺麗な野獣馬だね、楽しかった、選手。<laughs>

あ、もう、蛍原さんが回すんですかね。蛍ちゃん。蛍ちゃん回せるかね。しかし。蛍ちゃん、あれも面白かった。蛍ちゃんが。その騒動の蛍ちゃんが、なんか競馬番組で、あの万馬券を当てたっていう、あの騒動の渦中の中。それがちょっと面白かったですよね。え、何がおもろいの。いや、なんか、その、相方がすごい燃えてる中。なんか、ほと、あその相方の蛍ちゃんが万馬券を当ててしまったみたいなニュースが流れてて。そうそうそう。 と思ってポルさんからコメントきました途中から見ました盛り上がってますねあの騒動迷宮入り一番悪いのは話ですよねいやまあ思いますよねそれなかったらこんなにも炎上しなかったでしょうね本当本当。ホットトークそれはそれもそれで面白い確かにホットークホトークでいいんじゃないホホトトーークク あの熱い話でほっとくっていうのもあるしなんか悪い話はほっておくっていうのも含め含めでほっとくそれはそれでねいやーまあでも言うてやっぱもう宮迫さんも回しもやっぱりすごいですからやっぱりねやっぱ出てほしいですよねちゃんとねどうしたの村長ああそうそうそうしたの紙コップ見てどうしたの 村長さんアメ <laughs> トークいつくらい戻ってくるんですかねもう戻ってくることはないんですかねそれはないですよね宮迫さんが本当に面白かったよねうんアメトークないと俺ほんに人生のマジで10割くらい後ろえ。何芸人が好きでしたアメトーク俺はタッ,チ、うん、タッチトークが基本好きであああの品川の回ありがとう <あー S 2> どうした品川あー あれもう大号泣した品川商司の俺あれバキ芸人好きだから面白いよねあれ本当バキ見てる人からしたらもうよくぞ見てみてくださいバキももう長いこと続いてますよね30年ぐらいやってるんですそうそうバキ今どうなってるんですかいやめっちゃ面白いですよずっと面白いですよでもあれねあれね一冊ね 5分ぐらいで読み終えるんですよ <laughs> わかる分かる分かるそうそう 400, 400何十円で買って5分 <laughs> <あー S 1> できるんです分かる漫画喫茶であ「あっ真紀新刊だ」と思ってあこれで今日一日収穫だわと思ってたら10分くらいで終わってあのね多分ねこの30年間の本をね一日で読み終えることできるんじゃないか <laughs> あそれはないかそれはないか24時間で読み終えられるかもしれません あそれを検証した YouTube 出しても面白いかもしれないですね。あバキバキ何時間で読めるみたいなバ。バキの最初のシーズンとかバキああ、面白そう。うん、本気でバキを読んだら。そ,そ,そう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 。20時間ぐらいで、その間ずっと動画回すんかいって話<ー>編集も大変そうだね。<laughs> 気合い入れなあかんすね。いや、まあまあ、YouTuber のこと、じゃあ最後に語ろうか、村長。 ー <YouTuber>、うん、今日アップされたのが、えー、息子ちゃんとのた、ま、戯れ動画どうでしたあれはかわいいですよかわいいよねマジか愛いいかわいいから見てください息子かわいいだからさそのあのー、その動画でも言ったけどさうん、うん、だから赤ちゃんってバズるさうん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  視聴数がんいったりするさで,、うん、でもやっぱそれはその周りの赤ちゃんに負けない何かをしないといけない <laughs> 赤ちゃんが赤ちゃんでいられる時間って多分3歳ぐらいまでかな2歳半か<ー>ま,まだ息子しゃべれないからそんなに言えてたまにパパって言うんだけどパパもなんか違うのさしてパパって言うからまだちゃんとは分かってないかもしれない、はいはい、今のうちなんですよね その分かってない赤ちゃんだからこんなことするのが面白いわけででもちゃんと物心ついて喋れてもうたらそれはなんか普通になっていくわけですよだから赤ちゃんが赤ちゃんであるうちにいっぱい取っといて何かしらねやれたらなみたいもういい赤ちゃんもうそうそうそう。 なんでか,んなかわいいんですかね赤ちゃんってあの犬の赤ちゃんとかの動画も俺めっちゃ見るんですよかわいいもん待って待って俺の息子ちょっと他の赤ちゃんを抜いて可愛いかわいくない <laughs> そうそうま,あま,あまた表情がめっちゃ豊か <laughs> めっちゃ笑うからホントそうなんですよそそそうそうそううなんかもうとかもと なんかオーディションとかいや本当いた <laughs> あそっか。あそれありかもね。赤ちゃんオーディション。<laughs> なんかすごい今適当なこと言っちゃったけど。ナイス企画。ナイス企画。企画 <laughs> おーいいね、そんちゃん。赤ちゃんのオーディション。あ<ん>俺なんか俺の母ちゃん母ちゃんか。うん、昔、あ結局やったんかな。家族は手が綺麗だったんですよね。うん、あの,あのじ30代くらいの時。うん、でなんか手たれ 手のタレントとかう。あれのなんか情,報情報をこう仕入れてなんかオーディションを受けに行ったかな結局、うん、なんかそう言った気がするな全然お普通にダメだったんですけどそうそうそうお前間違ったら手タレになってたのあそれあれそれ自分の母親が行ったっいうあ<ー>そうそう,そう自分のかなんか手きれいなんだけどちょっと手タレとかなれるんじゃないとか言い出して <laughs> オーディションオーディションあるらしいんだけどどう思うって、えー あー確か行ったんだよな <laughs>、うん、それは村長が何歳で母ちゃん何歳ぐらいって私が中学生くらいか思春期にまさかりの時に母親がち「ちょっと待って私って綺麗いなきれいなんやけど」ん<て>なんかまあ多分そのマ,マ,ママさん界隈の井戸端会議でなんか話題になったんでしょうねそ<の>こんな綺麗なって見たことなどことこの誰々が手たれなんか手たれとしてなんか <laughs> お金もらったらしい。おもろいな、ほんまおもろいな。あ、そんな中外には赤ちゃんがおります。バイバイ。可愛いね。可愛いなもう。可愛い女の子。エンディングにはちょうどいい。とピースだな。ね、手たれになりませんか。赤ちゃんの手たれ。俺さギター準備して一回も弾かなかったわ。じゃあ三十秒歌っていい。ああいいね。今日のエンディング曲です。エンディング曲にはなるかわからないけど、あの赤ちゃん。 小さな命に大きな力あなたの笑顔は全てを包むあんなにかわいい笑顔は僕は見たことない小さな命に 大きな力みんなは初めは持ってたのにいろんなものを吸収して腹黒くなって尊重になるありがとうございましたありがとうございます <laughs> こんな大人になっちゃダメですよ,よ<ー>尊重になるという歌でしたありがとうございました皆さん反面 <laughs> 教師にしてください急,急に終わった 教師してください,い,や思いますよ、ね、あ,の、まあ、あのいいものを見て真似して嫌なものを見てああならないこと、ね、やっぱそうやるのは利口だと思いますね、うん、一番全部勉強、うん、嫌なことあってもそれも全部勉強、うん、全部学びやと思いますんでね、うん、そうやって僕の息子も学んで大きくなっていくのかどんな子供になるんだろうなどんな人間になるんだろうな<ー>それでもなんか親友みたいにさ<ー>大人になったら一緒に酒飲む ずっと酒飲めるような関係でありたいですねと<ー>いうことで、えー、7月ももう終わりますのでね皆、えー、さんの本当暑くなってきてるんで、うん、夏本番来ましたのでね、うん、ただ羽を外しすぎずね、うんあのー、足元見失しすぎず見失しすぎず。うんえー見 ままあまあ楽しく夏過ごしていきましょう楽しかったね村長いや,ーいやー今日はいろんなお話をしましたねまずはちょっと YouTuber で今回の騒動を吉本騒動も<ー>もしねいいんじゃないですかねちょっとやるかやらないかあとで,、うん、で決めますか <laughs> もうやってほしいんだったらあのチャンネル登録してください <laughs>、うん、赤ちゃん動画もあったりコメントしてくださいあの騒動を語らないんですかみたいな <laughs> 赤ちゃん動画もどんどんやっていきますので歌動画もやっていきますので森島和樹チャンネルぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますということでょっと何か最後にあります一言遠くないかな皆さん熱中症に気をつけてこんなんで終わる大丈夫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 いいっすね 最後は息子に作ったトツキトーーで終わります皆さんまた来週もよろしくさよなら